本日担当させていただきます井山と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。では早速始めていきます。井山さんも長いですか？はい、そうですね、長い方になってきましたね。だいぶかなりベテランですか？いやーもうベテランって言っていいんかなっていう感じの子なんですけど、でもそうですね、勤めてる期間としてはベテランになるんですかね。あ、いつからですか？10月、去年の10月からなんですよ。あ、でも結構お店的に、はい、そうですね、長い方になりました。そうかそうか、はい、どうですか、ずっとやってきて。そうですね、なんか最初の頃は、うん、やっぱり技術とか必要になるお仕事なので、はいはい、結構私続けられるのかなっていう感じだったんですけど、うん、それが今ではもう楽しくて楽しくて仕方なくなりました。へえ、はい、すごいですね。もともと、はい、あ、そうですね、まあ、耳かきが好きだったんで来たっていうのもあったんですけど、はいはい、ちょっと珍しいですね。そうですねそうなんですよ、結構人の耳かきするのが大好きで。へえ、はい、じゃあほんまに天職ですね。本当にそうですね。へえ、まあそのまあ、耳かきしたいのも私メイドさん好きっていうのもあって、うん、っていうことでいろいろなことが このお店には魅力があったんで入ってきたわけなんですけど、はいはいはい、最初の頃はやっぱり人見知りが激しかったというか、あ、そう、人見知りする子だったんですよ。まあまあおとなしい子かなっていう感じだったんですけど、今ではもうここのお店で一番うるさいかなぐらいの勢いになってしまいました。やっぱベテランですねはい、もうベテランというか、まあただ単になんかこううるさいだけなんですけどね自分でけどこうね、はい、耳かきとか上手だったらとか思うんですか？そうですね、結構この間、うん、すごいもうこの耳の中一面に耳垢っていう方が来られて、ちょっともうびっくりして衝撃的だったんですけど、うん、奥の方まで結構溜まってました。それをこう全部綺麗に取った時、あ、私ちょっとスキルが上がったなみたいな、レベルアップしたみたいな感じで思いました。ちょっとけどちょっと恥ずかしいですね、耳が見られるってそう言われて確かにそうですよね。そうやって結構観察されて、あ、耳垢多いなとか少ないなとか思われてるんやと思うと、そうそう、絶対自分でも見れへんからね、はい、そうですよね、なんか見えない部分なだけに恥ずかしさも大きいですね。けどなんか別に汚い方がやりがいあるとかあるんですか？あ、私はそうですね、まあ、表現として汚いというか結構溜まってらっしゃる方の方がやりがいはあるし、楽しいのは楽しいですね。でも、ね、綺麗な方が、まあ、エチケット的にはいいと思うんで、まあ、ここに来ていただいて綺麗になっていただけたら、うん、一番いいんじゃない？はい、一番もうベストですね。すごい転職ですね。はい、転職です。私の耳かきを受けると、うん、魔法をかけるのでまた来ないといけなくなるんで。え、どういうことですか？それは受けた人にしかわからないことなんですけどね。ちょっと、まあ、魔法の液を塗っていくんですよ。はい、私だけがやってる魔法です。はい、なのでそう、ぜひもし興味を持たれた方は来たら、はい、受けに来てください。耳捨てを、なんかあれじゃないけど、このお店で、はい、そのこういうリフレ以外もやってるんですよね？そうですね、結構いろんな活動があって、うん、イベントであったりとかライブであったりとか参加させていただくようになってるんですけど。ライブはどんなお店的にはどういうライブとか？よくぞ聞いていただきました、ありがとうございます。はい、はい、ま、私だけじゃなくていろんな子が、ま、出てるんですけど、うん、その会場でするライブであったりとか、はい、で最近はなんとなんと路上ライブもさせていただけるようになりまして、はい、日本橋ですか？そうなんですよ、この近辺でさせていただきました、この間、つい先日ですね。僕が見に行きたいと思ったら見に行けるんですか？あ、もう全然見に来てください。もう、いつどこでですか？ですね、記念すべき第1回目が、うん、6月の7日ですね、はい、から始め、はい、から、はい、始めさせていただいて、うん、で、まあ、土日祝日ですね、ライブがある日に限ってはその、はいはい、そちらのライブに行くので、分身の術はできないのでちょっと、まあ、ないんですけども、イベントライブなどなどそういうものがなければ、はい、普通に土日と祝日は
もうこの近辺どこかでライブしていこうと思ってるんで、いわゆるオタロードあたり。そうですね、もうまさにそのオタロード近辺ですね。で、時間帯とかは、時間帯、そうですね、まあ、詳しくはやっぱりその時々によってやっぱり何か変わってきてしまうと思うんで、はっきりとは申し上げれなくて申し訳ないんですけど、うん、はい、まあ、できればまあやっぱりたくさん人が歩いてる時がいいかなと思うんで、まあ、お昼間とか2時とかが多いかなみたいな。そうですね、どうですかね、2時、うーん、2時というか、まあ、お昼回ったぐらいとか、まあ、最初の時は2時ぐらいから知ってたんですけど、はいはいはい、もしかしたら夕方になったりもするかもしれないし、まあ、夜っていうのはあんまりこの辺でないと思うん で、まあ、軽い時間のうちここら辺を通った方はぜひ探していただけたらなと、はい、思うんですけど、なんか詳細はホームページを見て分かります、うん、そうですね、それですね、もうバッチリ、私の、ブログ、あ、本当ですか、ありがとうございます、ぜひ、はい、皆さん見に来ていただけたら。最近はどんな、何を歌ったりしますか？あ、最近はですね、まあ、アニメソングも好きなんですけど、うん、結構この間路上ライブさせていただいた時は倖田來未さん、浜崎あゆみさんとか、まあ、結構普通のポップス的なものを、うん、自分が好きなんですか？そうですね、好きですね。なるほど、なるほど。浜崎あゆみさんは、まあ、ずっと好きで、結構あの人ってすごい喋ってる時の声と歌声のギャップというか、それが素晴らしいなと思って尊敬してまして、ちょっとかっこいいですよね、はい、変身みたいで。だから私もそういったそのギャップ萌えを大切にしたいなと思って、はい、なのでじゃあ意外な、多分そうですね、意外性でちょっと攻めていこうみたいな、はい、なかなか歌物そうな歌歌ってみるといいんじゃないですか。そうですね、私この間演歌も歌いましたよ。はい何ですか、演歌？天城越えですね、石川さゆりさんが。ちょっとエロいですね、はい、あ、ちょっとエロいですか、歌詞の内容が。そう、歌詞的にですか。そういえば歌詞の内容とかこう見ながら歌を見ながらというか考えながら歌うとまた違った味が出ていいですよね。いやけど演歌っていいですね。はい、確かに。ちょっと路上でもやったんで、普通のライブの時にもして、路上でも演歌を歌ったんで、ちょっとどうなんかなと思いながらビクビクしながら歌ってみたら、割と結構ご好評だったみたいで、また、はい、やりたいなと思いながら。結構ね、最近はやっぱり30代ぐらいで演歌好きな人がいますからね。そうですね、そうなんですよね。結構なんか誰だったかな、なんか若い方でも演歌歌ってらっしゃる歌手の方結構増えてきてるので。あ、なんかいますよね、最近。はい、なんかすごい最年少のなんか演歌歌手の人とか、なんか前、ね、はい、なんか新聞かなんかで見て、あ、すごいな、私も負けてられへんなみたいな思いながら、はい、演歌はじゃあこれからも歌っていく。そうですね、取り入れていこうと思います。もともとちっちゃい頃演歌ばっかり歌ってる子やったんですよ。あ、そうなん、はい、おばあちゃん子だったんで、おばあちゃんのところで結構演歌を覚えて、で、なるほど、はい、ちっちゃい時からマイクを持っては離さない、ステージに立つような、そんな ちびっ子だったんで。へえ、いやけど演歌はかなりいいと思いますよ。本当ですか、ありがとうございます。単純に聞いて興味ありますもん、はい、あー、本当ですか、うん、やっぱ、はい、ある程度みんな歌う曲決まってくるとかあるじゃないですか。そうですね、日本橋とかやったらね、確かにどうしても人気あるアニメソングとか。あー、はい、すごいわかります。その中で演歌っていうのもなかなか、はい、そうですね、また違うから、結構その枠にとらわれるのが嫌いというか、うん、結構新しいものが好きだったりするんで、はいはいはい、そういうギャップであったりとか、あとまあその新鮮なものを取り入れていって、はいはい、それで頑張っていきたいなっていう、私らしくがいいなと思って。これがなんかチャレンジしたいジャンルとかありますか？はい、そうですね、チャレンジしたいジャンル、結構私高い声はもともと出やすいんですけど、うん、低い声っていうのが結構出にくかったりするんで、はいはいはい、男性の歌ってるようなそういうビジュアル系的な感じであったり、ロック的な感じとか、そういうのもやっていけたらなとか思ってます。バンドとかも組みたいですね。ああ、いいです、耳でバンド組めばいいんじゃないですか。そうですね、それいつもにいろんな方から言っていただくんですけど、うん、見たいけどね。はい、だから私今ギター練習中なんですよ。あ、ほんまですか。はい、ちょっとギターとボーカルと一緒にできたらなとか思いながら、
頑張ってます。なので、はい、ぜひ皆さんもしバンドができたら聴いていただきたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。